平成30年は明治維新からちょうど150年の記念の年になります。明治維新では多くの佐賀出身の人たちが日本の近代化のために貢献しました。中でも佐賀の七賢人と呼ばれる人たちの活躍は目覚ましいものがありました。明治維新150年を迎えるにあたり、まずはこの7人の名前と異名を覚えていただきたいと思います。最初の一人は佐賀藩第10代藩主鍋島直正。佐賀藩の藩校弘道館で身分にかかわらず多くの佐賀藩士に高い教育を施し、明治維新実現の基礎を作りました。2人目は大隈重信。日本史上最初の政党内閣において総理大臣に就くとともに、早稲田大学創立者として日本の教育にも尽くしました。3人目は佐野恒胤。日本赤十字社の前身である博愛社を創設し、世界遺産に登録された三重津海軍署の設立、日本初の蒸気機関車模型を完成させるなど科学技術の振興にも力を尽くしました。4人目は島義武。北海道と樺太を探検調査した後、北海道開拓使首席判官として現在の札幌市の元を作りました。北海道開拓の父として現在も札幌の人々に親しまれています。5人目は江藤新平。初代司法卿として誰もが平等に暮らせるように日本の司法制度や学校制度、警察制度の整備を行いました。6人目は添島種臣。明治新政府の外務卿、内務大臣として活躍しましたが、書道家としても有名で、現在の佐賀新聞の題字は添島種臣によるものです。7人目は大木高等。明治元年に東京府知事に就いた後、初代文部卿として教育制度を整備し、司法卿として日本の民法の基礎を築きました。皆さん、明治維新で日本の近代化に大きな影響を与えたこの7人をぜひ覚えてくださいね。